笛が吹かれてスタートです。本日の主審はマリオ・ペドロッティさんです。チェックサイドから行くヘッドか、あ惜しいですね。短く出します。おっとチェック、さあサイドからあ危なかったですね。バレラ、先制のチャンスだ。さあチャンスを迎えた。さあ固まっている。チェック。追いかける。胸で受けます。奪った後ですよね。大きくチェック、キブ、ここでホイッスルがありました。インテ、ピンチを迎えています。直接狙った、あっと壁にまともに入った。キブ、前半の15分を回りました。サイドからいい上がり方をしますね。ゴディン、横へ持っていく。チェックに合います。お、いいでしょう。チェック、これはファールの判定。さあこの位置でのフリーキック、左サイドからサイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。中盤でしっかり展開してますね。先制のチャンス、行くか、おっとこれは流れた。中に一人いる、シュート、うわっと決められない。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。惜しかったですね。アプローチするディフェンスに合いました。ここからどうする、いいタイミングで出ましたよ。そうですね、左サイド、時計は30分を過ぎています。左から誰か入る、ここで奪い合う、ヘッド入った、ヘディング来た。さあアトレティコマドリー先に点を許していますが、北澤さんいかがですか。そうですね、アトレチコとしてはね、ちょっと嫌な展開になったということでしょうかね。チェックに行きます。ここまで来ていた。インテルとしてはね、これでいいと思いますよ。大事なところ。ここは誰も走り込んでいません。
さあ追加点なるか。ピンチを逃れました。守備側も周り見えてましたよね。攻め上がったんですがここはうまくいきません。右へ出した。サイドからの攻撃、前方へ。インテル今のところ順調に試合を運んでいるように見えますがどうでしょう。そうですね、まだ流れは変わってない気がしますね。気持ちの上では余裕はあるんでしょうけどね。一人いい動きを見せてますよ。バッツィーニ、エトー、ようやくこの2人の2トップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。固い守りだ。ペレア前に上げてきますが繋がりません。一人いたんですけどね。ハンデフ中盤担当。強い、素晴らしいディフェンス。しかしいい攻撃見せましたよね。いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。おっと長い笛。前半が終了します。北澤さん、はい、インテルこの後半どんなプレーが要求されるんでしょうか。そうですね、もう少しラインを高くしながら全体を仕上げていかなければいけないと思います。中に誰か来てますよ。ここで奪い合う。頭で流し込む。ゴール。2点目。インテル今のところいい展開で得点を重ねています。うまくペース掴んでますよね。おっとそのまま蹴った。ここは入れたかった。今のは入っていればもう3点差となっていました。そうですね、完全に身動き取れなくなってしまうところでしたよね。右へ出す。さあいけるか。ゴールキープ。左足決まった。入りましたね。さあアトレティコマドリー1点差に縮めています。ハンデ、マイコン、驚異的な運動量。大きくサイドチェンジ、落として、端からチャンスを作る。ここには誰もいない。これを防ぎました。中にスッと入ってきますね。右からのチャンス、いい守りを見せました。攻め上がったんですがここはうまくいきません。アトリチコマドリー、ここはしっかりと守りました。そして前線、後半の15分を回りました。一人いい動きを見せてますよ。ここで奪い合う。おっと危ないところでファールです。ここで選手の交代が告げられます。まあ出ていく選手についてなんですけど、こう見てますと結構下がり気味なところがあったんですよね。まあ振り回されすぎというか、そういったところかもしれませんね。そうかもしれませんね。2人いますよ。ヘッド、惜しいシュートです。インテル外れはしましたが、ただいまの1本で今日のシュート数を6としています。ここはエトーアプローチしていく。持った。フィードはどちらへ。キーパーと1対1。中に2枚、シュート、ナイス。つないでウィファルシー、チェックが入りました。ハンデフ、大きくいい展開してますね。追加点のチャンスだ。待っている。
シュート弾いた。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。バレラここで交代させます。さあアトレティコマドリー中盤の選手入れ替えです。そうですね、やや守備的な布陣にしてきましたね。誰に行きますかね。右からスッと入ってきますよ。合わせた。しかしすごいシュートでしたね。いい感じですよね。ああやって打っていくっていうことはいいことですよね。いいプレッシャーだ。同点のチャンス。おっとクリアが小さいぞ。スタンコビッチ守備側も周り見えてましたよね。インテル現在1点差をつけています。少し前から比べると相手に中盤を支配され始めているように見えるんですが。そうですね、そんな流れになってますね。マイコン中盤の選手。しかし北澤さん、インテルちょっとプレーを見ているとこの辺で集中が切れてきたかなとも思うんですが、いかがでしょう。そうですね、シュート数も前半と比べたら少ない感じはしますけども、それよりも中盤での競り合いが気になりますね。なるほど、ファールを取られました。たまらず行ってしまいましたね。ここで両チーム選手を変えてきます。絶好の場所だのフリーキック。さあ入ってくる。ピンチを逃れました。セットプレーからの攻撃でしたがこれは防がれました。チェック少し出してアプローチする。同点のチャンス。チェック、おっと危ないところでファールです。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。いいディフェンスを見せます。いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。チェック、チェック、サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。インテルとしてはね、まあああいう守りができているとプレーにゆとりが持てますよね。中に誰か来てますよ。行くか、中央へボールが出てきた。これを決めた。ちょっとね、これ決まる。アトレティコマドリー非常に厳しい状況に立たされています。残り時間はもうあとわずかです。早く前へ持ってってね、とりあえず行ってんですよね。頭、おっと競り合います。ここでタイムアップ。インテル見事勝利を挙げました。試合の